こんにちは、西粟倉村の山根です。今日はですね、車のエンストについて少し話してみたいと思います。皆さんね、経験されたことはありますかね。信号待ちでエンジンが急に止まって、キーをね、回してもいくら回してもエンジンがかからないっていうことをね、経験されたことはありますでしょうか。僕はね、過去に何度か経験したことがあって、その時ね、結構慌てちゃってしまったっていうことがあるんですけど、まあ基本オートマ車はね、エンストすることがほとんどないんですけど、たまーにね、あるんですよね。その時はね、結構慌てるもんで、なのでね、こう男性の方でしたら、まあそんなことはもう分かってるよっていうね、方ばかりだと思われるんですけど、女性の方でね、こうメカにちょっと弱い方もおられると思うんで、紹介したいと思います。はい、今ね、エンジンをかけて、オートマのレバーをね、D に入れて、はい、今ね、ここ信号待ちで待ってると仮定しましょうか。その時にカードが挿入されていません。はい、あ、エンジンが止まってしまった、どうしよう、やばいやばいと思ってね、キーをね、一生懸命回してもかかりません。その時には慌てずにレバーをね、 P に入れてください。そうしますとエンジンがかかります。結構ね、慌ててしまうとこの動作を忘れてしまうので、皆さんもね、そういう場面になりましたら、これを思い出してやってみてください。ということで、カードが挿入されていません。放送を終わりたいと思います。では、失礼します。